ダストチャンネルのダストです。本日、2020年の10月1日。今日は何の日かというと、こちら。鬼滅の刃のえ下にダーッと行くと、これ。プロプリカの日輪とかまど炭治郎の予約開始日になります。このププロプリカというラインから出る日輪刀なんですけど、プロプリカというのは何かというと、ここにざっと書いてあるんですけど、バンダイでは長年にわたり変身アイテムを代表とする数々の劇中古道具、 プロップを商品化してきました。これまで培ってきたそのノウハウに、コレクターズアイテムの最新開発技術を導入していくことで、一層の本物感を追求し、大人向け商品として展開する。それがプロプリカーですということで、簡単に言えば劇中のアイテムをおもちゃ化したそのままおもちゃ化したような、 まあ、ラインのものですね。それになんとこの日輪刀のかまど炭治郎のものが出るんですよね。あの黒い日輪刀ですよね。これ昨日かな発表されてもう、うわーっと、まあ僕の知ってる限り周りでは騒ぎになってるんですけど、このギミックがものすごいんですよ。まあ見ていくと、まず価格がね、これ、7700円。これ税込みですね。これがまずびっくり。な、まあこのギミック、 え、見てから、この値段見るとびっくりするんですけど、まあ、見ていきましょう。まずこれ、テレビアニメ、鬼滅の刃より初の約1分の1要は原寸大ですよ。日輪刀がプロプリカで登場。リアルな造形、最色にこだわった本格ディスプレイモデル。えー、さらにテレビアニメ、鬼滅の刃の主題歌や、本商品用に新規収録した、新規収録した炭治郎の名台詞などを多数収録ということで、音声がね、めちゃくちゃ入ってるんですよ。 で、これが画像ですね。すごくないこれ。もう、日本刀だよね。そのもの。これがおもちゃなわけですからね。これ飾るとすごくない <laughs> これはもうね、どう見てもね、おもちゃとには見えないよね。もう、銃刀法違反になっちゃうんじゃないかっていうぐらいの、本当にクオリティに見えちゃうんですけど、まあ、造形見ていきましょう。炭治郎の設定身長から算出された、公式発の約1分の1サイズの日輪と 公式初ですからね。今までね、ゲームセンターとかのプライズ商品でこういう日輪刀のね、原寸大みたいなのが出てたんですけど、まあ、公式じゃなかったんでしょうね。これが初の公式です。やったこれめっちゃ待ってました。本物感を追求し、刀の特徴である薄く美しい刀身をし、えー、実現。そしてこれグリップ部分。これもすっごいよね、えー。炭治郎の日輪刀の特徴であるツバや絵の絵、絵、つか。 のデザインも設定を忠実に再現ということで、もうこれすご本当に <laughs>、アニメまんまって言っていいのかわかんないけど、本当に本物にしか見えないぐらいの出ですね。これ、ここ見て、これ細部にもこだわり、刀身と唾の間に挟み込む、は木っていうんだね、これ。はばなどの表面の造,造形もリアルに再現。で、はば部分にはダイキャスト素材をしようということで、この多分シルバーの部分なのかな ここがダイキャストなんだろうね。これ、ダイキャストが入ってるよっていうのは知ってたんだけど、どこかなこう、ツバかなとか思ってたんですけど、まあ、それだとさすがに重すぎるし、まあ、コストもかかってくるのかなと思ってたので、どうなのかなと思ってたんですけど、この部分ですね。だから多分、持った時に程よくずっしりくるような、ね、質感じゃないかなとは思います。で、次、これはなんだ日蓮日輪刀によっても造形設定が異なる、ミネの造形にもこだわり、 炭治郎の日輪刀の設定である山なりの峰も忠実に再現ということで、これ山なりになってるんだね。これはよくわかんなかったけど、まあそういうことなんでしょうね。で、これもね、すごいんだよね。彩色。炭治郎の日輪刀の特徴である漆黒の刃は、表面の艶感と彩色を面で変えることで、漆黒の刃と金属の刃のような輝きの両立を実現ということで、これ何なんだろうね。この、なんだ。 刃の部分の色が違うのかなそれでこう、本物感を出したっていうようなものになるのかなこれちょっと実物見てみないとわかんないんですけど、まあ素材がね、これ、まあプラスチックなのかななんだけど、もうパッと見、金属に見えるような工夫がしてあるっていうことですね。で、質感にこだわり、ツバは、刃と異なる金属をイメージしたメタリックブラックの塗装で表現ということで、ここのツバの部分はメタリックブラックの塗装。まあだからやっぱりプラスチックの素材なんだろうね。 で、アニメの絵があって、サウンド。本商品用に新たに収録した70首以上だよ <laughs>。すごくない ?70 首以上の炭治郎の名台詞、水の呼吸に加え、斬撃音や主題歌であるリサのグレンゲテレビバージョンを含むえ各種サウンドを多数収録。グレンゲテレビバージョンっていうことはあの短いやつだね。セリフは頑張れ炭治郎モードと気殺モードの2種のモードが選択可能ということで、まあ、モードチェンジして音声を切り替えると。 そういった仕様のようですね。で、付属品。本商品用に収録されている収録音声リストなどを収録した、プロプリカ日輪とカマド炭治郎解説中は専用台座が付属ということで、さっきね、冒頭であった、えー、っと、これか。この台座が付くんだろうね。これ嬉しいよね。立てて飾るのもいいけど、まあ、やっぱりこうやって飾れれば、 よりね、あの、日本刀感が出るから、すごくディスプレイ映えするようなものになってるんでしょうけど、どこをこう家 <laughs> いどこをこうこんなスペースあったかなまあ、買ってから考えよう、これは。どうしても欲しいし。ただね、あれ、鞘がつかないんだね。鞘、欲しかったなーこれで鞘入ってたらよりかっこよかったけどね。まあ、マ、まあ、しょうがないか、そこは。ね、7700円だしね。お、ギャラリー。これ見ていきましょう。まずこれね、飾った姿で。 置くとこんな感じがすごいね。あ、こうやっても飾ってみたいけど、こんな布を用意できないしな <laughs>。えーっと、あとは、あ、これがツバの部分だね。かっこいいね。で、持つとこんな感じ。すごい長さだよね。で、これが切っ先部分で、ツバの部分で、えー、っと、あと、あとはまあこ、あ、これが絵の部分だね。あ、こう見ると分割線とかもちゃんと、あ、 ここかあの、ボタンは、パッと見わからないようになってるんだね。埋め込み型って言えばいいのかな。ここがグリ、あの、なんだ、えトリガーになってて、まあ、長押ししたり、短押ししたりで、多分、モードチェンジしたり、音声鳴らしたりするのかな。剣撃音も入ってるんだっけま、あいいか。まあ、そんな感じだね。で、まあね、みんな、思う、この、鬼滅の刃のおもちゃ好きな人は、あれ、デラックス版、出るじゃんって思ってる方いると思うんですけど、 どっちがいいかだよね。僕はどっちも買うんですけど <laughs>、これね、ちょっと見比べてみると、えー、っとね、今月発売だった31日に確か、10月の31日、あ、これこれこれ、発売。値段がね、税込みで6380円。だからね、そんな変わらない、1000円ちょっとぐらいしか、プルプリか変わらないんだけど、まあ、この水の呼吸のエフェクトだったりね、あの、日の神神楽のエフェクトがまあ、 デラックス版をついてきて、確かあれだよね、モーションセンサーみたいなのがついてて、振ると音が鳴るんじゃなかったかな。確かそんな記憶があるんだけど違ったかな。違ったかな。ごめんこれちょっと今定かじゃないんです。記憶が今飛んじゃってて <laughs>、なんかそんな感じだったような気がする。でねまあ火の神、まあ、水の呼吸モードももちろんこうエフェクト付きであるし、火の神から差し替えでできると。 いうもので、まあ、プロブリカこの日の神かがらんモードの音声は多分ないんだろうね。で、まあ、あよりね、あの、おもちゃ感がある。まあ、短いしね、子供が遊べるようなものにはなってるので、まあ、どっちが好きかっていうのはもちろん好みが出るとは思うんですけど、ま、あね、僕、ああバックテーザフィエチャーちゃね、<laughs> 話飛ぶ。<laughs> これ今日今朝さ,さ、予約逃したからね、ちょっとね、今ちょっと凹み中なんですけど、これじゃない、これじゃない。えっ、ー、と、これか。まあ、どっちが好きかですよね。 ちなみにね、僕の子供のヤクマは、昨日ね、これ聞いたら、やっぱりね、この劇中サイズの方が気になるって言ってました。ただまあ、遊びとしてはどうなんだろうね。音声の荒らすっていうよりも、あの、振ってね、あの、日の神かぐの音声とか、水の呼吸とか言ってくれた方が、まあ、楽しさはあるのかもしれないけどね。まあ、劇中サイズがやっぱり、手元にあるっていうのは、それだけで、 ね満足感が違うと思うしね、まあ。デラックス版はやっぱりおもちゃとして。だけども、こっちのプロブリカはどっちかというと僕はコレクションアイテムだよな。<laughs> そっちに近い感じもするから、ね、もう仮面ライディで言ったらもうほんと CSM だよね。もうあの、大人の <laughs>、あの、クオリティにこだわったもうアイテムが、まあ今回出るということになってますね。で、えっ、ー、と、細かい仕様もここに書いてあるよね。全、約、全長880ミリ。だから90センチ。 長っ <laughs> めっちゃ長っで、この材質は ABS とダイキャスト製ということで、セット内容は本体と専用台座と、あの、さっきの解説書っていうことですね。ということでね、えー、予約開始が10月1日本日の午後4時、16時からになってるので、まあ僕はね、あの仕事なので、えー、まあ、その時にね、お店に行って予約はできないんですよ。 だかからどうしよっかなってて考えてたんですよ、ね、まあネットで予約してもいいんですけどできれば僕店頭で買いたい人間なので可能だったらどうしようかなって考えたら、まあ、奥さんがね今日たまたま行ける状況だったので招きの奥さんに懇願して <laughs> お願いしますと子供ともども <laughs> みんなで <laughs> お願いしますって言って4 <laughs> 時にあの電気屋さん 電気屋さんで予約できること、いやできることを昨日、まあ、調べて分かったんですけど、もう全然家の近くでなく、トイザラスですら、あの、予約できなかったんです。予約受けたまってなかったのかなやりませんみたいなこと言われたんで、もう必死に電話して、で、1店舗だけね、予約しますって4時からやりますのでって言ってくれたところがあって、まあそこに、まあ電気屋さんなんですけどね、そこに行ってもらうと。 で、まあ、どれぐらいの競争率かが全然わかんないので、まあ、バイヤー、転売ヤーさんが動いたらもうちょっと勝ち目ないかもしれないけど、まあ、無理だったらちょっとネットで頑張ってみようかなということで、もう奥さんと連絡を密にね <laughs>、情報戦でもう頑張っていこうかなと思ってます。ということでね、あの、これ気になった方はぜひチェックしてみてください。 ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価、そしてコメントもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。とそれじゃバイバイ